よし、作戦通りに。そろそろへばってきたんじゃないか。作戦に頼ってばかりじゃ戦えないぜ。闇雲に戦うやつはすぐにへばるが、作戦があればそうはならないさ。
いましょう。
せてやるぜ。地獄スパーク。強い相手はいないのかしら。you
一体大変でガス、あんなところに人が。フローラさん、しっかり。私たちこんなところでやられちゃうわけにはいかないわよ。そうですわね。私たちの大切な方と再会するまでは決して。あの二人なかなかやるな。だが敵の数が多すぎる。このままじゃ危ないぞ。ならば我らが救い出さねば。いざかかるのじゃ。ついてきて、突破するわよ。ここまで来れば大丈夫ね。ああ、それで、あなたたちは。私、ドアドキアの族長の娘です。お父様とフィアンセの姿が見当たらず、探していたところを魔物に襲われてしまって、うん、もうダメだって時にこのお二人が駆けつけてきて守ってくださったんです。私はビアンカ、彼女はフローラさん。一緒にサラボナっていう町から来たの。サラボナか。またしても聞かんなじゃ。もしかしてそれってこの二人も。ああ、アリーナたちと同じように別の世界から来たということだな。やっぱりそういうことになるのでしょうか。この町の様子も私たちの知っている世界とは少し違っていて、不思議に思っていましたの。それで皆さんは。わしはディルク。この世界を王として束ねるものじゃ。今世界は危機に瀕しておる。長年我らと手を携えてきた魔物たちが突然正気を失い人間を襲い始めたのじゃ。我らは魔物に襲われた町を救いながらその原因を探っておるのじゃよ。魔物さんたちが昔のことを忘れちゃってるなら何とかして思い出させてあげられないかしら。例えば何か思い出の品を見せるとか。そう簡単な話じゃないと思うぜ。とにかくまずはこの町を何とかしなきゃ。それに族長さんと娘さんのフィアンセも見つけてあげないとね。それなら私たちも協力しますわ。フィアンセと離れ離れだなんてとても人事とは思えませんもの。なら人探しも込みで作戦を組み直そう。まずは町の重要地点を洗い出す、そして付近の魔物をみんなで追い払う。さらにそこを拠点として。また長いやつ。つまり効率よく町から魔物を追っ払って族長さんたちを見つけ出せばいいのよね。うん。仲がいいのね、あなたたち。息がぴったりで羨ましいわ。ん？え？おう。そうかしら。ただの幼なじみよ。ね。ああ、幼なじみ素敵ですわね。本当に羨ましいですわ。さあ行きましょう。早くお父様とフィアンセを探さないとね。はい。よし、町から魔物を追い払って族長さんたちを必ず見つけ出すわよ。ありがとうございます。本当に何とお礼を言ったらいいか。よいよい、世界を治める王として当然のことじゃ。それじゃこの辺りから始めよう。魔物を倒しながら人探しだ。いいわよ、いいわよ。よっよっ。 Thank you.
了解だ。落ち着いてるでゲスね。わしなんかこっちの世界に来たときはそりゃもうおっかなびっくりでかしたよ。あら、私たちだって結構驚いてるのよ。でもそう見えないってことは多分一度にすごいことが起こりすぎて考えが追いついてこないからですわ。
先行劣化剣了解だ行くぜ気配の正体はバトルレックスか。やりにくい相手だぜ。テリーさんのためらうなんてよっぽど手強い相手ということですね。覚悟するのね。別にためらってはいないさ。強敵には違いない。気をつけろ。了解だ。
作戦通りだ。すべて読み通りだ。何をお望みかしら。ご用はまた寄ってね。よし、作戦通りに。うわぁ、暗いでガスね。足の目でも遠くが見えないでゲスよ。発明品13号があればな。ヘイ、暗闇でもよく見えるか改造してあげたのに。ヘイ、改造むしろなくてよかったでゲス。Thank you.
ろしくね。お願いね。よろしくね。
ましょう。いいわよ。歩くのも飽きてきたところだ。ちょうどいい運動になるぜ。行くぜ。やるで。地獄
片付いたな。また来てくれよな。ようこそ。さあ、神に祈りを。神のご加護があらんことを。ありがとうございます。うん。あれ、ここには魔物はいないみたいね。ああ、あなたたち何を怯えているの。お前たち怖がらなくていいのよ。見ての通り私たちは魔物じゃないわ。きっとひどい目に遭われたのでしょう。さあ、はぐれていた娘さんをお連れしましたよ。待て、読めたぞ。後ろだ。さあ、頑張りましょう。ケイ
配を消して背後から襲いかかる。なかなか理にかなった作戦だ。安心してる場合じゃないでしょう。族長さんたち逃げて。わかりました。族長走れますか。行けるぞい。休ませてくれ。では落ち着いて深呼吸しましょう。せーの、しーしで深呼吸しましょう。せーの、スしましょう。せーの。
休ませてくれ。では落ち着いて深呼吸しましょう。せーの、行くぜ。私にかなうやつなんかいないわよね。よしっと、これで本当に魔物はいなくなったわね。うん。さあ、早くあなたの大切な人のところへ。ありがとう皆さん、本当にありがとう。ディルク様、王自ら兵を率い我が娘を、そしてこの町をお救いくださるとは、わしは感無量でございますぞ。なんの、王として当然のことをしたまでじゃ。本来ならもっと早くに駆けつけたかったのだが、他の町も大変なありさまでな。やはり魔物たちの異変は世界中に広がっておるのですな。これは由々しき事態じゃ。族長殿、わしは世界を束ねる者として異変の原因を探り、魔物たちを元に戻したいと思っておる。どんなことでも構わぬ。何か手がかりになりそうなことを知っておらぬか。一つだけ心当たりが。我ら一族に代々伝わる太古の神話、封じられし闇竜についての伝承です。この世の最も深く暗き場所に眠りし闇の竜、その強き闇の力はあらゆる光を覆い隠し、あらゆる闇を増幅させる。その眠りを、その眠りを決して妨げてはならない。闇竜の目覚めは破滅の始まり。世界の調和は崩れ去り、永遠の闇に閉ざされる。フローラさん、あなた知ってるの？昔絵本で読んだ異世界の物語に
同じことが書かれていたんですの。印象的だったものですから私覚えていて。不思議なこともあるもんですな。我ら一族に伝わる伝承もこのお嬢さんがそらんじたものと全く同じです。なるほど。次元塔の噴煙や魔物たちの異変に闇竜が関係しているかもしれないということか。つまり起こしちゃいけない闇竜が目覚めようとしているかもしれないってこと。はい。古い言い伝えゆえどこまで正しいものかは分かりませんが。闇竜の言い伝えは知っておったが、確かに世界の異変と何か関係があるのかもしれんの。だとしたら手遅れになる前に手を打たねば。あの国王様。ん？私たちも皆さんとご一緒させていただけませんか。詳しいことはまだよくわからないけど、この世界で大変なことが起きてるんでしょ。放ってはおけないわ。でもいいの？あなたたちには一刻も早く元の世界に帰らなきゃいけない事情があったんじゃ。でもこの世界の事情を知ってしまった以上私たちだけ知らんぷりなんてできませんわなんと清らかな心根の娘さんたちなんじゃ。心から歓迎するぞ。いざ共に進もうではないか。ありがとうそれじゃあ皆さん、改めてこれからもよろしくね。ねえ、